はい、双子座の皆さんこんにちは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2022年3月後半の動きをタロットカードで見てみたいと思います。これは必ずしもこうなるという予言ではなくて、皆さんの毎日が少しでも豊かになるように何かしら参考になる部分だけを受け入れてください。はい、そして未来は自分で作っていけるっていう意識でぜひご覧ください。では早速見てみます。3月後半ですね。3月仕事運ある時だったんですけど、前半ね、どうでしょうか。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、ワンド4、マジシャン逆、ペンタクス6逆、ソード2の逆と、ワンドの7と、カップ4の逆と、ジャッジメント逆ですね。そしてカップナイトと、ワンドページと、オラクルが鳳凰の逆です。ちょっと思ったのはですね、まあまあうまくいってることがあるかなと思うんです。3月前半とかですね、社会運もいいし、自分の世界が開けてきたみたいな感じあると思うんです。でいいんですけど、自分が理想としてる状況とか、なんかもっといいみたいに思ってることがあったとしてですね、あれ今の状態ってもっといいはずだよねっていうことで、その今で十分いいはずなんですけど、その理想じゃないっていうところで、その現実と理想のこの合間をですね、一生懸命埋めようとして焦らないでくださいっていうふうに言われています。自分ではもっと手に入ると思ったとか、もっといい結果が来ると思ったけどそうじゃなかったっていうところに穴埋めをしようとしてもがかないようにしてくださいねっていうのがメッセージだと思ったんです。まあ、分かりやすい例でいくと、まあ、ギャンブルとかってそうだと思うんですね。こんだけつぎ込んだのに、まあ、パチンコとかちょっとやらないんで分からないんですけど、こんだけやったのに全然当たらなかったということは、それを取り返すだけの当たりが出るまでまたやろうとかっていう形になりそうなので、自分の中でこれだけの行動をしたのにとか、これだけよくしてあげたのに返ってこなかったっていう感覚もしあったとしたら、それは自分の頭の中と最近のこの期間だけで考えていることであって、もっと広い目で見たり、もっと遠くまで見てみたら、それは十分後からバランスが取れるんですよとか、もっと広い目で見たら実はこれでバランスが取れてるんですよっていうことがあるので、今現在の3月末のこの時点だけで言ってるんですけど、この自分が損をしてるとかね、バランスを崩してるっていうふうに思わないでねっていうふうに言われました。そしてすごく器用な方が多いし、じゃあその遅れをね取り戻すだけの何かをしようって思った時に、ちょっと自分のその本来の思いとか道徳心とか、最初にそれをやりたいと思ったその気持ちっていうのを忘れて、ついつい結果で進んでいってしまいたくなる時ってあると思うんですけど、そうなると結局のところ自分の中でね、ああなんか望んでたのと違うっていうふうになんかなりそうなので、3月末だけで言うと、なんて言うんでしたっけ、こういうのって損して得取れっていうのかな、急がば回れとか、そんな感じです。あえて3月末はじゃあいいですよって、こう自分が手放すとか、自分が負けるとか、もう残り物には福があるみたいなね、こうもうじゃあいいですよって言って手放すことによって後々良くなるみたいな感じがあるんです。なので3月末までに回収しないとって思う必要がない、そう思わない方がいいっていう感じですね。で人間関係に関してはすごく良くしてくれる人がいるっていうかね、自分のことを理解してくれるとか優しくしてくれる人には出てきてますよ。これは同じぐらいの年齢の人だったり、同僚だったり、同じ立場の人だったり、または自分より年下の方で自分を慕ってくれる人とか、なんか可愛げのある人っていうのかな、なんかこうついてくるみたいな、そういう人もいるのかなって感じがして、それ全然悪くないんです。ただ自分が本当にその人たちのことを信用できてるのかなっていった時に、
信頼したい気持ちじゃないんだろうなっていう感じです。この鳳凰の逆っていうのはね、あの悪い意味じゃないんですけど、本当に人との信頼とか、あのそういったものを深く感じるというよりも、自分が疑いたくなる、もしくはこれは一時的なものだよねとか、そんな風に思いたくなるのかなって感じがあるので、まあ3月末はそんな感じなのねっていう感じなので、期待が高い分あらっていう感じがしますね。そして、まあ、気をつけることっていうか、マジシャンの逆が出てるので、もう少し練った方がいいとか、もう少し時間をかけたりする方がいいですよって感じ、うん、なので最初に言った、まあ、全てにおいて3月末までに決着つけなくちゃとか、3月末までに取り戻さなくちゃって思わない方がいいみたいな感じですかね。人間関係でもよくあると思うんです。誤解を生んだとか、何か相手にあの嫌なこと言われたってなった時に、そんなことないんですってこうあの言い訳したくなったりとかするけど、言わないことによって後でその真実が解き明かされた時に、あの人って何も文句を言わなかったとか、あの人って黙って悪役をやってたんだって思った時の方が株が上がるみたいな感じで、その自分の信頼っていうのは後で取り戻せるので、今はそんなに慌てなくていいかなと思いました。ちょっともう一枚引いてみますね。また出ましたね。これはですね、鳳凰なんです。鳳凰の逆なんです。私から見るとまた同じオラクルの鳳凰と同じなので、やっぱり自分の中の、道徳心っていうか、何が正しいのか、何を信じたかったのかっていうところですね。例えば別に宗教を批判するわけではないんですけども、まあ、ありがちな話として、宗教に入って自分が救われたいとか、この思いを持つことで何か自分が穏やかな気持ちになりたいと思いながら宗教に入ったら、その宗教の変なルールに縛られて、あれおかしいなと思いながらも、自分がそこに属している以上それに従わなければならないみたいなね、そういうのって、まあ私たち社会を生きているとよくあると思うんですけど、なんかそういう社会の中の常識と、もし自分の中の常識もしくは信念というのが違うのであれば、そこは、必ず真実が後からあの暴かれるっていう感じがしましたので、自分から何かしなくていいのかなっていう感じがしま、自分で手を打とうとかね、しなくていいかなって感じがしました。そしてもしこの3月末に後半に自分がすごく願っていたこととか、これまで努力していたこととかの結果が欲しいと思っていた方は、もうちょっと延期して考えてみてほしいなって感じがしました。あの答えを急ぎすぎるとちょっとしんどいっていうのかな。そして、今その人間関係がね、ちょっと出てきてるんですよね。そういう自分を理解してくれるとか、助けてくれるとか、慕ってくれる人っていうのは出てきてるんですけど、自分は自分一人で手一杯っていうか、自分一人でこなしてますっていう感覚があって、ちょっと若干あの他の人を信頼しにくかったりとか、頼りにくい状況なのかなっていう感じがしましたね。ちょっともう一回、もう一枚聞かせてください。はい、選択ですね。まあ、これカードラバーズっていうカードなんですけど、まあ、ただ恋人たちってそんな浮かれたものじゃなくて、自分がどの道を行きたいですかっていう感じの、メッセージなんですね。でどの道を行くかって言った時に、やっぱりそれはその親から教えられてる思いとかではなく、自分の中の信念に従って生きていくっていう選択していくよっていう、こう同調に合わせて、なんていうのかな、集団に合わせていくっていうんじゃなくてね。はい、そんな感じがしました。何を手放したらいいんだろう。ちょっと見てみますね。双子座さんね、執着を手放して出てますけど、なんかあります、思い当たること。なんだろう、例えばですよ、例えばね、皆さんがそうだと言いたいわけじゃないんですけど、自分は疑ってるんだけど、自分の疑いを晴らしてくれることを待ってるみたいな感じ。いや、それは周りの人に何とかしてもらうっていうのに、自分がじゃあ信じてみようってやるのが一番早いので、その自分のなんか気持ちとか状況っていうのを周りの人が無理やりでも何とかして言いくるめてくれるみたいな、まあ、そういうのはあの期待しない方がいいかなっていう気がしましたね。
そしてどうしたらいいの？どうしたらこの鳳凰の逆気になりますね。真実のままで進んでくださいっていうカードが出ています。ちょっと最後ね、もう一枚だけ引かせてください。やっぱりこれなんだ。さっきピラッと出て直したんですけど、やっぱりまた出てきましたね。清らかさ、イノセンスっていうカードです。なんか鳥かごの中に入ってる状態から外に出て、すがすがしく外を歩いていけますよってことなので、人に対しても世間に対しても自分が自分にすがすがしい自分でいれるような意識を持って過ごしてみるといいかなって思いました。もし何かしらね、気づくことがあったり、そうかなって思ったことがあった方はコメントいただけると嬉しいです。そして何かしら参考になったよという方はぜひね、いいねボタンもいただけると嬉しいです。ということで、次回また3月末に4月の星の動きとタロットリーディングをさせていただきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。